はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、スズランの剣、スズ剣、やっていきたいと思います。はい。本日はね、グロリアをね、手に入れましたので、グロリアの育成についてちょっとお話ししていこうかな、というふうに思います。課金していいっていう人、こちらに関しては、この豊穣の角、こちら課金していただくと、豊穣シリーズのね、レジェンド装備が手に入ります。これでね、僕はグロリアに槍を持ってなければね、これをっていう風に思って、自身が健康の場合、40% の確率で2ポイントのエネルギー回復する。で、自身が瀕死の場合、40% の確率で人多いの 30% 回復する。C クールダウンは3ターンと。1ターン目からいきなりエネルギーが2溜まった状態で、スタートできるっていう、そういうね、強さがあるかなと。で、グロリアに関しては、最初からね、使えるスキルの制限に突ですらに使うわけですよね。兵器オーラが解除されると疾風、ハヤテに変わるとかね、いろいろありますが、ロンギヌスとかね、制限ケーキとか、ここら辺ね、あれば EP をね、こう回せるんだけど、でも EP をね、もっとね、効率よくコントロールできる。結局、このタイミングで EP はなかったか、みたいなことが、少なくなるよね。EP が溜まる。3ターンに1回、開幕で2、健康状態であれば2溜まるっていうことであればね。そういうことができるのは、序盤ではね、かなり役に立つかなと。中盤とか、そのシチュエーション、例えばボス戦とか、PVP とか、そういうシチュエーションで考えていくと、まだちょっとわからないことは多いんですけれども、例えば、制限儀の、これから制限儀満月切りになった時に、満月切りは、エネルギーを3消費するわけですよ。で、そのエネルギー3消費するって考えると、ちょっとエネルギーがね、もしかしたら足りなくて、満月弾使えなかったみたいな瞬間もね、出てくることもあると思うんでね。はい。エネルギーコントロールっていうのができるのがいいのかなと。で、あとは負傷の時にね、ヒットポイント回復するっていうのもね、かなりでかいかなというところでね。おすすめできるかなっていうところですね。ランクでなんですけれども、使い方によって1個しか取らないっていう選択であれば、使い方によって変わってくるかなっていうふうに思ってて、で、僕今ここ2つとも解放してますけど、これはね、絶対2つともあった方がいいかなっていう、どういう役割をさせようとしたとしても。で、役割としては、サポーター、バッファーとしての役割と、アタッカーとしての役割、どっちに寄せていくかっていうところで、ちょっと覚えていくもの変わっていくかなっていうふうには思ってるんですけど、例えば、一番最初、騎士道精神と草原か。であれば、こっちはないかなっていう、どっちにしろこっちはないかなって気はしますけどね。これなんか外れ1位みたいな感じな気はしますけど。デバフはね、強いよ。デバフを基本かけることっていうのは難しいんでね。だから完璧にしようと思った時に解放するような感じかなっていう気がしますね。で、騎士道精神。で、こっちは両方解放したいですね。で、先に解放するのはロンギヌスかなと。で、これがスキルでエネルギー1で使えるんですよね。で、ターゲットに、空地。範囲。これ何もないところ、空地であるのが条件なんですけど、範囲2マス以内の敵全員に 80% の範囲ダメージを与え、で、旗を召喚するが、自身が景気オーラを失う。で、自身に景気オーラがないとき、スキルが、制限儀、景気に変化すると。だから、今、一番最初、わーっつって、旗のオーラが出るじゃないですか。あれが消えるってことですね。一定後に消えるっていうのが、要はそういうことですね。で、自分にある景気オーラっていうのが、消えると。これが、景気に変わると、景気を打ったとき、即時、自身の周囲3マス以内の範囲にいる全員、味方ユニットに、移動力、レベル1を付与し、これが、2マス、プラスだったかな。で、景気オーラを得ると。で、これは要は、個性ですよね。景気を発動。で、自身に景気を獲得。これですね。だからこれをもう一回発生させるには、必ずロンギヌス持ってないといけないんですよね。で、こっちにはないんで、清掃儀、木には。ですので、先に覚えるのはこっち。で、もう一個覚えたい理由としては、これはね、火力があるんだよね。自身に、火力というか、支援もできて、満月切りが強いっていうことですね。要は、剣と槍を持ち帰るっていう戦い方なんで、物理的に戦っていこうと思うと、こっちの剣をね、使える方が、ダメージ的には
優れてるよっていう。だから今覚えたこのロンギヌスに関してはダメージも与えるんだけど、どっちかというと景気オーラをね継続させるっていうところをね目的としてることが多いですね。でこっちは景気がない時に剣に持ち帰るっていう、まあそういうスキルですね。そういうことができるのがこの清掃機になると。で続いてランク5になるとパッシブ今度覚えます。で正面防御カウンター、カウンターを選ぶのはグロリアが結構やっぱり攻撃的でないと結構きついと思うんですよ。でもグロリアってみんな使ってみて最初気づいたと思うんですが、装備ちゃんとしてあげないと結構ね簡単に落ちます。僕ここまで育てて今一番ダメージ出せますね、僕のグロリアが。まあ、ガルシア、グロリア、ヌンガル、マイサって来てるんですけど、条件作ればヌンガルのがダメージ出るんだけど、グロリアが今一番ダメージ出せますね。通常攻撃でも。それでも僕はカウンターよりも正面防御はいいかなと。で、これ、神話性が一応あって騎士道精神と。で、正面を攻撃した場合、攻撃力プラス 20%。で、正面から攻撃を受けた場合、防御プラス 40% ってなってるじゃないですか。で、ここに神話性が、火ダメがさらに 30% 下がると。だから、要は正面からしか攻撃を受けないように配置してあげればいいんです。敵が来た時に横からとか後ろからとかないように正面から来るように配置してあげて、それを意識して攻撃をしていけばグロリアが死なない、でむしろ全然ダメージ食らわないよみたいな状態にできる。だから1対1ではかなりの硬さをね確保できるというところが、まあこれでかさでかいのでこれですね、カウンこっちを選んだ方がいいかなって思います。この力で、最終的にはサポーター兼アタッカー、まず、マジで完璧にできると思うんでね。ランク7になると、まあ、これ今度レベル30かな ?35 か。まだだいぶいけないと思いますけどみんな。で、反撃体制、まあ、こう、これ、カウンターと逃げるよね。だからカウンターと連動させると強いんですよね。だから、左を取った場合はもうこっち。これっち一択ですね。陣営オーラ。フィールド上の陣営が騎士連合の味方の攻撃力プラス 10%、 防御 20%、 アクティブ攻撃の場合ダメージプラス 12%、 反撃された場合非ダメージ 24%、 マイナス 24%。 ただこれの弱点があるとしたら、騎士連合の所属ってこれだけなんですよ今。ですのでこの陣営バフはグロリアしか受けられないっていう風に思っておいてください。この先もトリスタンっていうのが今1年経って登場してるんですけど、めちゃめちゃ強いんですけど、まあそいつが来るまではこの陣営オーラはグロリア専用だと思っておいてください。ただかなり強い陣営オーラになってますね。まあ他のと比べるのはちょっともうちょっと待ってください。今グロリアのね覚えるべきスキルっていうのの説明なんで、次は正義の貫き闇と沈黙の一撃で、こっちは沈黙かけられるんですよね、不調状態の敵になんですよ。汎用性は低いよねっていうところで、これを通常攻撃になるんでね、プラスワンっていう感じなんだけどね。だけどそれだったらまあこっちの方がよくねっていう、正義を貫くやり。ターゲット範囲1は1、これ1マスね、ローカライズまだできちゃんとできてないね。1マス以内の、敵全員に 70% の物理ダメージを与えると。で景気オーラがないときはスキルが正義を貫く剣に変化する。で剣に持ち帰ると攻撃力がやっぱ団地なんで、槍の時はサポーターの役割で、剣を持ってる時はアタッカーっていう役割なんで、だから槍で攻撃してる時はフィニッシュは後から来た味方にお願いするっていうパターンだってことだけ覚えておいてください。まあそういう感じで、最後ここ、まあ今のところなんですけど、まあ騎士の栄光とまあ公正な決闘、これは騎士の栄光の方はスキルを使ったらまあ即時発動で、ターゲットに攻撃力 20%、 物攻魔攻 20% プラス 20% のバフを付与して、ターゲットが騎士連合の陣営にいる場合は、一目の 20% の物理シールドを追加で獲得する。これわかりますよね。さっきも言った通り、これ結局そのシールドを獲得できるのはグロリアだけなんですよ。あの一般兵とか使わないじゃないですか。でティードンを使ってるっていうんだったらワンチャンありですけど、でもこのレベルまで来てティードンを使ってるってこと多分ないと思うんですよね。ですのでこっちですかね。公正な決闘。単体攻撃 180% ダメージを与える。攻撃前、自身のデバフとターゲットのバフをすべて解除する。で、これ結構アルケランドでもこういうスキル持ってるやつめちゃめちゃ強かったんですよね。で、それが、なんていうのかな、結局、その PVP でも、ストーリーでも、やっぱ軸になって戦ってたんですよね。で、これ結構攻撃より攻撃的なスキルじゃないかって言われちゃうかもしれないですけど、でもこっち、
よりは、サポーターだとしてもこっち。まあ、ここまで来ると、だいぶ変わってきてると思うんですけど。でも、まあ、ぶっちゃけちゃうと、これ両方とも欲しいっちゃ、両方とも欲しいです。これはまあ、なくてもいい。で、こっちに関しては、まあ、これもあったらいいなーぐらい。で、これに関してもあったらいいなーぐらい。でも、どっちにしろ、なんていうのかな、パッシブ、装備するパッシブ以外は、装備しなくていいパッシブ以外はね、結局、装着しないと意味がなかったりするんでね。ですので、いずれね、戦場に応じて選んでいけるように、ね、全部覚えとく方がいいんですけど、ここのロンギヌスと、清掃機器に上回るスキルはないかなって感じがしますね。だからこの正義の誓いっていうのも、別に取んないでスーって言っても、まあ問題ないっちゃ問題ないですよね。まあでも取ると、移り、防御、プラス 3% あるんですけどね。ということで、まあとりあえず、まあ取りたいのは、まあこれもノックバックあるけど、まあこれ取れば、まあこれがいらないか。これなくてもいいのか。まあどっちか選んで、まあ清掃技、清掃ロンギヌス、で、清掃機器みたいな感じでやるといいんじゃないかなと。序盤は、これ2つ覚えられるようになったらこれでいいと思います。で、1個しかまだいけないよっていう感じであれば、ロンギヌス取って、木は外して、で、これですね。指導精神。で、これで防御上げとくっていう感じでいいと思います。はい。で、もし覚えられたら、こうするっていう。で、そうするともうほぼほぼ完成したに近いから、うん。あとはまあ覚えとくのでいいかなと。で、これはまあ使えると思うんだよな。だからこれがスキルが貫く剣に変化するってなってるじゃないですか。要は剣に持ち替えられるんで、そうすると、ロンギヌスじゃない、清掃機器を外して、これにした方が汎用性高いですよね。っていう感じかなと思っております。うん。で、バフをかけたい場合はこっちにして、みたいな。その、このステージではグロリアをどういう風に立ち回せようかっていうのが、まあ決められるスキルになってくるんでね。はい。まあぜひ、まあ、考えてみてください。というわけでね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、お願いいたします。お疲れ様でした。